ですから。レベル2から始めるんですもんね。そうですよ。はい、止まりますよ。すげえ新マップ。そうですね。僕たちの声聞こえてないですか。入ってますか。え、すごいすごい。リーザがね。おお、ハッペン。おお、いきなりいるぞ。いきなりそう、バーがいるんですよね、このステージ。カズマさん、サタン使いますね。そうですね。うん、サタンなので。サタンのね、スキルもめちゃくちゃ強いですよね。そうなんですよ。足止めすごいですね。まだちょっとここでは見せないかもしれないですけど、ぜひちょっと終盤で活躍してほしいですね。お、打ち始めてますね。お、いいですね。これは。ブロリーの戦い方としては、はい、もう今までみたいに、はい、その一般の市民の方を見つけてっていう形ではなく、はい、なくないんですか。そうですね、ちょっともう思った通りハマっちゃってるんですけど、うん、やっぱりあのブロリーなので、はい、サバイバーをもう積極的に倒しに行きたいので。あ、そうなんだ。だからレベル2なんですよね、はい、そうですね。やばい、いつも通りの動きしちゃった。めちゃくちゃこっちの声聞こえてます。大丈夫です、よかったよかった。家を破壊しちゃった、はいはい、そうなんですよ。でもでしかももう軌道器見つかっちゃった。いやだからこれね、だからあの策的がないじゃないですか、はいはい、だからあれなんですよ、ブロリー側は本当にね上空から見つけるしかないですよね。そうなんですよ。で今回マップも入り組んでるんで、入り組んでます、ね、まずはちょっと本当にこのマップをいかに把握していくかとかもすごい重要になってきますね。やばい、すげえ発見されてるもん。いやそうなんですよ、これがね破壊力がある代わりに見つけづらいんですよ。でももうあとお待ちかね5秒ですよ。お、右下の必殺技が行けるまで。はい、来ました。これ大木さん、何が来るんですか。ぜひ行けますか。おお、はい、おレベル2からいきなりこういった必殺技が打てるようになりまして、いや絶望しかない。しかそうなんです。これでこの圧倒的な力でどんどんサバイバーを炙り出していくってことですね。そうですね、今マーカーであのやばい、今上空からスーパートランスボールが落ちてきてるんですか。あ、もうちょっとですね。もうちょっとですか、はい、まだですか。やばい、いないぞ。お、あ、見つかりましたね。あ、おお、さあこれで進化ゲージが溜まりました。うわ、なんだこの生き物。あ、カズノコさんがバーのところに気をつけてくださいね。これ見つかっちゃうと、見つかっちゃうと攻撃してきますからね。はい、襲ってきますんで。あ、いい、攻撃してくるの。ダメージが食らっちゃうんですよ。やばいやばい。さあもう少しですね。そろそろ、お、スーパートランスボールが来ました。これでちょっと周り見渡していただいて。やばいやばいやばい。上空からですね、スーパートランスボールが降ってきますんで、あ、ちょうど落ちましたね。 あそこ目指して。全然見つかんない、やばい。バリアがないな。そうそう、索敵がないのでブロリーは本当に探すのが一苦労ですけど、でもぜひちょっと見つけて戦うところまで行ってほしいですね。頑張ります。お願いします。本当になんかちょっと戦い方が違いますね。そうなんだ。そうなんですよ。うわ、ん、ー、取った、拾った、拾った。うわー、そうなんです。こういった形でスーパートランスボール、はい、なるほど。いきなりもう挑戦士に変身してサバイバーがブロリーに立ち向かってきますので、はい、挑んでくると思いますよ。はい、大木さん油断しないでくださいね。はい、いた、来ました来ました。この間に他のプレイヤーがいろいろ。そうです、そうです、ね、こういった形でスーパートランスボールで変身したプレイヤーがあのブロリーを引きつけてくれている間に他のサバイバーが起動機を見つけてゲームを進めていくっていうのが基本的な戦い方になってきます。うまい、はい、うまいですね。おめちゃ、いや戦い慣れしてる。うわあ、いいですね。今のがあのあれですよね、スピードが上がるんですよね。はい、そうですね、今のがギガンティックパワーっていう、スピードになってまして、まあ、いわゆるバースト技なんですけども、うん、はい、この時スピードがアップするのと、あとあの気弾の性能がですね、実はちょっと、変化してるんですね。上がってるんですか。はい、なのでボタンを連打するとあの普段とちょっと違う、気弾が打てるやつです。うわ、はい、で今あのもうスーパートランスボールが溶けちゃいましたね。あ、じゃあもう逃げるしかない。そうですね、逃げるしかないです。いやー、あー、ちょっとこれ風の子さんが巻き込まれちゃうんじゃないの。あ、もう早速まずいまずい、絶対やられました。いいですね、危なかった。てかもうレベル3誕生してんだけど早っ。いや、そうなんですよ、こうやってね、はい、時間稼ぎされてる間に鍵を見つけて、はい、サバイバーも成長してっていう。サバイバーも恐ろしい。さあでも今これあのレベル2のスーパートランスボールがあのやられちゃいましたんで、でスーパートランスボールはあのレーダーのレベルに合わせて出てきますので、はいはいはい、今この間は
大貫さんの時間です。ヤジロベイだね、ヤジロベイ。ここで、ここで。うわー、パラガスが入った。パラガスが。うわー、はいや。これもう、だからどんどん手がつけられたから。そうですね。C かな。早速エリア破壊してきましたね。いや、さすが大貫さんですね。ちゃんとエリア破壊すぐしようっていうのがちゃんと染み付いてますね。いや、でもこれもうレベル3か。いや、早い。そうなんですよ。もうあのレベル2から始まるんで、ちょっとゲームが進めばもうレベル3になって、レーダーがあのサバイバーが最初ちょっと有利かなと思ったんですけど、すぐに覆されちゃうんですよね。さあ、探すぜ。おいいですね。さあ、え、なになにね、これ。これがあのブラスターメテオっていう技になってまして、追撃していくね。そうです、はい、近くにいると続きますよね、はい、弾がそっちの方に飛ぶ。そうですね。で、それによってあのあこいつこっちにいるなっていうのが分かるようになってますんで、うん、はい、しかも今あのバリアが張れてる状態だったんで、バリアも張りつつ自動追尾するっていう、なかなか強い必殺だと思います。あれどこだ。そうなんですよ。作敵むずそうっすね。でもやっぱり作敵がむずい、ね、そうなんですよ。出会えればね。そうですね、携帯の手技も変化します。一瞬で倒せそうですけど、ね、さあ、ちょっとここ今停滞、時間が停滞してますかね。やばい。さあ、次見つかるのは誰か。あ、お、お、あ、設置しちゃった。お、あと1個です。あ、見つかった。あ、お、さあ、これは確実に落としたいところですね。そして、カズノコさんは欲しいよ、確かに見かけて全力で向かってる。そうです、こうやって時間を稼げれば、他のプレイヤーもスーパートラストに行けるので。はい、うわー、うまい、うまい。そして、カズノコさんが、いいぞ、出た、出た、来ました。カズノコさんが変身しましたね。これでついにカズノコ対大貫さんの戦いを今までね、見れなかったですね。そうだ、見れなかったですから、もう風子さん頑張ってください。これでも、本当のガチバトルじゃないですか。ガチバトルです。ゲームが、ゲーム変わった。ゲームが変わりましたよ。お、来た。お、いたぞ。いや、でも風子さんも、そうですね、もう戦う前にまず鍵を見つけた。危ない、危ない、危ない、危ない。きつい上空戦が。あ、でも瞬間移動でちょっとかわそうとしますね。危ねえ、よし、おー、破壊力やば。一瞬で体力が。さあ、あ、でもこの間も他のプレイヤーが。他のプレイヤーですね、今のは。まず助けないと。すいません、ここちょっと助けに行っていただいて。後ろから。あー、気づいた。うまい、うまい、うまい、うまい。うわあれ、これ映画じゃないですか。すごい、すごい、これはすごい、すごいですね。このマグマのところのスペースがいいですよね。そうですね、強い、はい、結構ちょっと入り組んでて、今までないちょっと逃げ方もできるので、見てても楽しめますね。そうですね、絵的な変化もすごいできるマップになったんで。すごいすごいすごい、すごい、すごい、うまっ、うまっ、うわー、すごい。いや、こんな、いやらしい逃げ方だな。今までこんな数の子さんが追い込まれたなかったんじゃないですか。ね、うわ、やばい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 、うわー、サタンのさん、あ、マグマに入った。これがサタンの新スキル、不死身のチャンピオンですよ。超強い、不死身のチャンピオンで飛んでった方が、飛んでった方が、わかんないですか。飛んでった先に火傷してましたよ。そして大貫さん、あの、もう起動システム出てますよ。そうなんですよね。あ、じゃあ時間稼げたですね、俺は。そうですね、そうです。他のサバイバーが優秀だ。やばかった。あー、でも今失してますね。やばい、レベル4になっちゃいけない。よし、うわー、攻撃で溜まってくのか。あー、そうですね。結構サバイバー生き残ってたんですけど、生き残ってたとしても一気にやられちゃうんで。お、そして、うわー、うわやばいぞこれ。そこで今多分あの起動システムに集まってないんで、ぜひエリア破壊して周りを行ってほしいですね。うわ、いきなり一人やられた、一人やられた、一人やられちゃいました。やばい、でも時間もない。さあ、どっちが勝つのか。おー、早い、できた、うわー、また一人やられた、一人やられてく、同じ人が2個取ってもいいのかな。一人一人と順に。そして和之さんがついに、これはダジーター。
どうしよう、破壊するさブロリーを。いやー、映画ですね。熱い、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 いいですね。でもさ、そのシステムを誰か他のサバイバーも来てくれ。いや、いや、この状態になると近づけないそうですね。戦いが激しいですから。いや、やばい。いや、やばい。怒涛の攻撃がゴジータを駆使。いや、すごい、すごい、すごい。これどっちの画面見てても楽しめますね。そうですね。なんか別ゲームじゃないですか、これ。お、いやー、うわー、うわー、早く誰か。しかも、タイムマシンを。いや、バースト技1個使っちゃいましたけど、実は。え、2個あんの、バースト技。そうです、今、バリア果たしをブロリー。バースト技が2つ持ってます。はい、2つ持ってるんだ。いやー、やばいな。あと 75% ですよ。やばい。いや、これどっち応援したらいいんですか、ね、いや、これ。おー、熱い、熱い、熱い、やばい、やばい、やばい、いや、こんな激しい攻防、やばい、いや、見えないんですよ。うわー、止めてる、やばい、やばい、あとちょっと。あ、黙って見ちゃいますね、これ。これはすごい。うわー、やられた、うわー、あー、溶けた、うわー、溶けた、やばい、やばいぞ、いった、いった、破壊しに行くんだ。おー、おー、あー、サバイバーがみんな必死に、必死に、必死に時間を稼ごうとしている。さあ、どうなるか。もしや、さあ、ここで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 救世主誕生、動きを止めました。いやー、危なかった、今のすごかった、今の動きすごかった、いい試合だった、いい勝負だったな。いや、ブロリーでもめっちゃ爽快感ありますね。ありがとうございます。やばいっすね。悔しかったけどな。いや、いや、でも鍵がうまかったっすね。鍵早かったですね。悔しいわ。序盤見つかんなかったのがね、ちょっと。やっぱ、ね、撮影が難しいっす。